三輪のハンドサイクル取り付け型のハンドサイクルハンドサイクルはクランクを手で回して進む自転車のことであるハンドバイクとも呼ばれる日本では手漕ぎ自転車またはハンドクランク付き自転車とも呼称されるハンドサイクルのクランクはそうだとなるハンドルと一体となったもので普通の自転車のペダルと同じく左右が互い違いの方式と左右が同じ位置の方式があり 同位相クランクがハンドルと一体となった構造が主流となっている。二輪車から四輪車まであるが、ほとんどは三輪車で、全一輪、五二輪のデルタトライクが主流となっている。駆動もソーダも腕で行い足を使わずに運転できる、ため、三輪以上の自立可能な車体ならば、下肢に障害があっても乗ることができる。動力を腕で行うため、前輪部に、フットレストないし座席と前輪の中間に、 足置き場がある。歴史は自転車より浅く、1983年のアメリカ合衆国で車椅子を改造したものが原型とされている。1988年からヨーロッパでも開発が進み、1989年に販売が開始された。1990年にアメリカ製の車種がヨーロッパに伝わり、障害者向け自転車競技を広める動きとともに定着していった。 前輪が駆動とソーダを兼ねるものが多く、前輪ソーダ、後輪駆動のものもある。はじめから、ハンドサイクルとして、設計製作された車種のほか、車椅子の前方に駆動とソーダを兼ねる一輪を付け加えるアタッチメント方式もあり、電動アシストを備えたスマートドライブ形式では長距離移動における体力疲労を緩和する。はじめから、ハンドサイクルとして設計されたものは、リカンベントの ローレーザーのように寝そべった姿勢で乗車して空気抵抗を減らした車種や膝を深く曲げた前傾姿勢で乗車して上半身の力を最大限に利用できるようにした車種など様々な形態のものが作られている。アタッチメント方式の場合、日本の道路交通法では車椅子は歩行者として扱われるがアタッチメントを取り付けてハンドサイクルとすると自転車として扱われ、 飲酒運転などは違法となる2011ベルリンマラソン2006レースアクロスアメリカオランダで考案されているハンドバイク型のオフロード用マウンテントライク1990年初期にヨーロッパに広まって以降1993年のスイスで公式レースが初めて開催され1995年以降からヨーロッパアメリカともに開催回数が増加していった ハンドサイクル単独のレースのほか、マラソン競技の車椅子の部と同様に、一般選手より先にスタートする方式で、レースが開催されている。パラリンピックにおいては、2004年のアテネで男子の参考種目として競技が行われ、2008年の北京から男女の正式種目として採用された。車椅子マラソンの世界記録保持者であるハインツフライも、 北京パラリンピックのハンドサイクルのタイムトライアル競技で金メダルを獲得している。なお、パラリンピックにおいては陸上競技ではなく自転車競技に分類されている。ありがとうございます。